皆さんこんにちは、こんばんは。革職人になりたくて10年以上勤めた会社を退職した46歳のおじさんです。今日はオーダーいただきました手染めのキーケースを作っていきたいと思います。今回のキーケースなんですが、キーケースというよりもキーカバーといった感じですかね。少々イメージしにくいかもしれませんが、鍵をぶら下げる穴部分に金具を通して、その部分を軸にスライドさせて鍵を取り出します。今回のこちらの形状はモーテルキーのキーホルダーをイメージしたデザインにしております。またお客様のご要望でグラデーション染色を施しており、前側と裏側で切り替わりの配色が違うのも手染めならではだと思います。こちらが金具になります。軸となる部分を取り外し、そちらに鍵を取り付けご利用いただく感じになります。そして今回は追加でキーケースを取り付けるストラップもオーダーいただきました。こちらは矢尻をモチーフに製作いたしました。矢尻は矢の先端の刺さる部分のことですが、浜屋に象徴されるように矢には魔除けの効果があるとされ、西洋では矢尻を身につけお守りとする文化もあります。ご利用になられる方に少しでもその思いが伝われば嬉しく思います。完成した作品がこちらになります。今回はプレゼントにとオーダーいただいたのですが、打ち合わせをしているうちにご自身でも色違いが欲しいとのことで、それぞれの好みの配色でペアでお作りいたしました。本日も最後までご覧くださりありがとうございました。